ジョン・パー総督。1780年に描かれたエッチング版画の肖像。ジョン・パーはイギリスの陸軍士官、ノバスコシア植民地総督。アイルランドのダブリンに生まれ、英領ノバスコシアのハリファックスで没した。遺体はハリファックスのセントポール教会の地下聖堂に収められている。アイルランドのダブリンで17世紀にアイルランドへ移住した。 アングロ・アイリッシュ貴族の家系に生まれたパーは、トリニティハイスクールに学んだ。1745年、19歳でエンソンとして、イギリス陸軍第20不評連隊に加わり、オーストリア継承戦争に従軍した。1746年のカロデンの戦いの際には、準単位の士官として、カンバーランド公ウィリアム王子の軍勢の一員として、 チャールズ・スチュアートに率いられたジャコバイトの反乱を沈めるため、広くスコットランド各地を行軍した。1755年、パーは第20不評連隊の大佐であったジェームズ・ウルフの副官となった。1759年、7年戦争中の民伝の戦いにおいてパーは負傷し、6ヶ月間を病院で過ごした。その後は、 6年間のジブラルタル駐在を経て中佐に昇進した。1776年、パーは連帯から除隊し、1778年にはロンドン島のメイジャーというコースグルの感触を与えられた。1782年、パーのパトロンであったシェルバーン伯爵、ウィリアム・ペティが影響力を発揮し、パーはノバスコシア総督に指名された。折しも、 アメリカ独立戦争の直後であり、イギリスに忠実であったロイヤリストたちが追求の手を逃れて北上し、難民となって、ノバスコシア流入してくる状況があった。その規模は3万5千人とも言われ、1782年から1783年に、かけての冬に1万人が流入したハリファックスでは、倉庫や教会、停泊している船舶などを宿舎として、 彼らを収容する事態となった。1782年10月5日、パーは家族と共にハリファックスに到着した。前任者のフランシス・レゲはすでに6年間にわたってイングランドに召喚されたままの不在総督となっており、現地では数代にわたって軍人副総督が職務を代行していた。そうした代行者の最後を務めていたサー・アンドリュー・ハモンドは 自身が総督に任命されるものと思っていた。パーが総督に指名されたことに腹を立てたハモンドは新総督の着任後すぐに辞職し、イングランドへ帰還してしまった。公認の副総督には、当地へやってきたばかりのロイヤリストであったエドマンド、ファニングが任命された。1786年、イギリス領北アメリカの行政体制が再編された。 最、パーは新設されたカナダ総督兼イギリス領北、アメリカ総督として自分が指名されることを期待したが、結局この地位にはガイ・カールトンが指名され、カールトンはドーチェスター男爵として貴族に除された。この再編によって、ノバスコシア総督は廃止され、パーはカナダ総督の下に置かれたノバスコシア副総督に改めて任命され、ドーチェスター教が上司という位置づけになった。 パーの統治は合衆国から逃れてきたアフリカ系アメリカ人ロイヤリストである黒人ノバスコシア人の入植を監督する立場にあった。パーはこの件で差別的な扱いをし対応を大幅に遅らせたとして非難された。パーはノバスコシアのダートマスを捕鯨業の拠点にするべく取り組んだが他方では判事問題に巻き込まれ。 法律家として無能な者たちを判事に据えたとして、弁護士たちから非難された。パーは、新たに入域してきたロイヤリストたちからの、土地や補給を求める声から圧力を受けながら、財政が破綻しないように努めなければならなかった。イギリス本国の政府には、ロイヤリストたちの窮状を訴える声が殺到しており、ロイヤリストたちに対するパーの態度は、同情的でなさすぎると訴えられていた。 こうした立場ゆえの精神的ストレスがパーの健康に影響を与えたようでパーは66歳で在職のまま亡くなった。パーの葬儀は第20不評連隊が取り仕切り最高級の軍隊式葬儀が取り行われた。遺体はハリファックスのセントポール教会に収められた。ノバスコシア州の町パーズボロはパーを称えて名付けられた。 abcdefghp ターボローパー jphn university of toronto dictionary of canadian biography online 2013年10月13日閲覧ありがとうございます